皆さんこんばんこばはママイマイチャンネルです今日は7月の2日私の誕生日で69歳になりました69歳になったと言っても誕生日と言っても毎日と同じ一日でしたいつもと変わらない一日でした、まあ、ちょっと日日曜日なので ちょっと出かけてはきましたけども、えー、まあディナーに行ったとかそういうことはなく、いつもと同じ夕食でした。<laughs> なので、あの、何かね、一つ自分にプレゼントしたいなと思って、今日ちょっと、あの、夕方、用事が、あの、ドコモに用事があったので、えー、携帯のことでね、ちょっと用事があったので、ドコモ行って、 あの来たんですけどその時に iPad が安く今キャンペーン出てなんかそのキャンペーンにグラグラっとあのお安くしてるっていうことでねあのそれであればと思って購入誕生日だしって購入しちゃいましたえー、あのまあね 形も古いかもしれませんけれどもちょうど私にはいいかなーってあのそんなねあの iPad ではないんであのこういう大きいのはあったんですけど今ちょっと壊れてしまってちょうど壊れてしまって使えなくてねいたのでちょうどよかった。 かなーと思って買っちゃいましたあのもっとあの動画撮るのに役立ってくれたらいいかなーっていうふうに思います今日はただあの <laughs> iPad 買ったので、えー、皆さんに購入したのをお知らせしたくて「動画撮りました」えーと。この後に少しだけ えっと、写真2枚ほど、あのー、載せていますので、そちらの方も、ぜひ見てください。 では、今日はこの辺でさよならさよならーまたねー。